しかして博士を殺したのは君？あれ？なんかいらぬ誤解が生まれてる気がするな。あれ？なんか嫌な音が、あれ？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 事情があったんだろうね。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。というわけで2日目、2回目の2日目、何をやればいいんでしょうかって感じですけど、多分あれか、1回目とも同じ手順を踏んでいけばいいのかという感じでやっていく。いや、お前もわかるだろ。あ、わからんか。だってこれ俺にとっては2回目の2日目だもん。でもお前にとっては1回目の2日目。俺は1回目の2日、うん、2回目の2日、うん、ややこしいな。あれだろう。よ、2日目、1回目と同じような手順踏んでいけばとりあえずいいんかな。ケースとだけ会いに行けばいいんかな。苦情生じ。ちょっと見て。あ、ここで出会うも一緒。ノエル？検査を待ってるだけだよ。うん、こんな感じの展開だったな。あれ？わざわざこんな選択肢出てくるんじゃ。一緒かなこれ。関係って。自分との関係。僕と君は何なんだみたいな。僕はどんな感じだった？あの人は今回もラウンジにいるのかな。こういう今回もっていう話になったからな。多分そうだろうな。俺がなんか違う行動を起こさん限りで多分他の人は違うアクションどこやったっけ。そもそもラウンジって、待って、ラウンジってそもそもどうやったっけ。あの人はどうする、また撃たれるのはごめんだ。ああ、こういう反応にもなるんやな。だけど放っておくには気になることが多すぎる。あれ、こっちでよかったんかな。どうしてこの人は僕を殺す。そうだよな、一周目問答も、一日目の一回目問答模様だった。前回は、なんかごめんねとかいう言葉ぶりからさ、本当は殺したくないみたいな感じだったし。人目があるこの場所なら、銃を向けたりはしないはず。お、直接対決行くか、いきなり。正体を探ってみるか。オッケー。おい。2.99%。ああ、こういうセリフはあったな。するまであと6日しかない。うん。どうしようか。全然気づかないな。肩に触れたら気づかな。でそこでリリーがこう警告やるんやけど、ここで話せる時が来るんじゃ。ピー、あれ、ピー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 。おっと、もう君か。君かじゃないんだよ。聞きたいことがある。え、なんか普通に話しかけてさ、会話成立してますけど、これ聞きたいって何を。なんか普通に会話出るかもしれない。普通に会話成立しとんがすごいな。なんかあんなことがあったのにな。同じ日やで、これ撃たれた時と同じ日やで、これ。いや、あくまでどういうことなんて話だな。事件当日の行動を聞きたい。事件の日の0時から10時の間、どこで何を。どこにいたって答えづらいな。モフィ使うんか、お前。それ人狼ゲームだったら怪しまれるやつやぞ、お前。博士の家にはいなかったよ。君が聞きたいのはそういうことでしょ。朝博士に会いに行ったけど、エントランスであいつに見つかってさ。アッシュかな。あー、エントランスでアッシュがなんか気になる人に出くわすみたいな話だって。あれ、どうやって。やばい、頭コングラチュレーションやけな。頭コングラチュレーションやったからな、お前。管理局の移住登録のやつやね。都市の居住者登録がない。君は旅行者なのか。もうそんな感じかな。あれ、絶対嘘で。滞在許可証は。大体ただ旅に来た人が拳銃持ってるなんて、やばなことあるんやつか。ないない、だけど不法侵入もしてないよ。お前か。居住者登録も滞在許可証もない。
それでも私は博士の正式な助手。お前正式なんかそれ。てか助手なんじゃ。まあ、なんかどっちかって言ったら研究者っぽい白衣着とるけど、これ研究者の白衣なんかな。うん、お腹出しちゃって。謎かけをされているみたいだ。謎かけ。願いましては、あ、それスロバンやな、ちゃうな。ラムハード邸の訪問理由。まあ、助手やけん訪問するんはおかしいことじゃないけどさ。博士を訪ねた理由は何のことかな。事件がニュースになる前に君は博士の家を訪ねているはずだ。うん、博士に呼ばれたんだよ、一人で会いに来るようにって。おお、なんか怪しいね。博士の方は呼んだんじゃ。間に合わなかったみたい。博士とは話せなかった。ああ、私も君とはちゃんと話したかったんだ。うん、ちゃんと話しましょう。なんの理由もわけもわからんまま拳銃で撃たれるってことはあんたに2回あったからな。お前1回目にいたっては闇討ちだったからな。お前、君のお母さんのソニアのことで。え、お母さん知ってるんや。しかもソニアって名前なんじゃ。ソニアサイヨンな。お母さんの名前こんなところで出てくるか。え、でも春記憶失ってるよな。君のお母さんの名前はソニアサイヨン、そうでしょ。どうしてそれを。あ、お母さんの名前は一応覚えとんか。今はダメ、ここじゃこれ以上話せない。いや覚えとんか。なんでそれ知ってるのって。いや自分は忘れてるけどみたいな感じなんだろうか。どうなんだこれ。一旦別れて博士の家で落ち合おう。絶対に一人で来てよね。リリーは一人っていう感じですか。これでさ、リリーもダメって言うんだったらさ、なんか俺一人でお前となんか言っちゃう、なんかお前相手にするのなんか怖いけど、うん、この子は一人扱いにしないよみたいな感じで言われたら、こいつのことも一人扱いしてやってよっていう思いにも、どっちを選べばいいんですかね、皆さん。ソニア、確かに僕の母親の名前だ。あ、それは覚えとんやな。ID で見たことがあるだけの名前。そうか。母親のことを何も知らない。そうなんじゃ。あの人は何を知ってるんだ。そもそもお母さんってどういう立場の人なんだろう。あ、ラウンジこっちやないか。そうじゃ、地下だったな、ラウンジって。地下1階がラウンジだったわ。で、行ってみて、おるんだったらそれで話がつながるけどな。続くんやけど、多分おると思うよ。確かこっち、あ、こっち。こっちでなんか飲み物入れ、お、そうと、そうそう、おる。今回もこっちやな。ねえねえ、あのおじさんとは前に来た時もお話ししてるんでしょ。うん。今回どう変わってくるか。今度はここに隠れて様子を見てみないなの。タッチ悪いな。でもさ、独り言でなんか重要なことを話しそうやな、このゲームやけん。あの人から話が聞けない。時間がないな、どうしようか。ん？どういうこと。ねえ春、おじさんのところに行くの？おじさんから隠れてこっそりワクワクする。あ、でもお姉さんとの約束に間に合わない。あ、そうか、なるほど。ここで話すか、一気に博士の家行って、さっきの、アイリか。確か名前アイリって言おったな、あの女の人。のところに話しに行くか。どっちか選べんの。ここ分岐あるん？マジで？でも新たな可能性の方にかけてみたいな、俺は。というわけで、ケース遠ざき今回スルーでいきまーす。これ、ワイドデートみたいな感じになってる。一人で来てね、みたいな感じで。なんか、博士の家にデートに来ているみたいな感じになってる。博士行きとったらさ、私の家をデートスポットに使うのはやめてくれないか、みたいな。言われそう。苦言言われそう。でもさ、前回死んだ場所もここだったけんさ、その、殺された相手とさ、二人っきりでその現場まで来てしまうってことよ。なんかすごい不思議な感じやな、これ。
また銃ぶっ放さないでくださいよ。二人っきりだからって、ここだったら大丈夫とかいう感じで銃向けないでくださいよ。あなただったらやりかねない。どうした？リリー？どうした？やっぱり行っちゃダメなの。リリーは心配なの。でも、行かないと。あの人の話してたことが気になる。そうなんよな。新しいことが気になるところ。新しいことがわかるかもしれない。頭を抱えるなって。俺は大丈夫だ。どうしても行くなら、アッシュに連絡しておくなの。ああ、そうやな。誰か、一応誰かのために、念のために。リリーがメッセージを書いて送るのよ。なのは、イエーイ、アッシュくん見てる？春は、ある女の人とデートに来てるの。誤解されるような言い方をやめろ。間違いないかもしれない。だって女の人と二人っきりだぜ。大丈夫だよ、リリー。童貞の俺にはちょっとデートにしか感じられねえ。こんな状況でもね。さーて行くぞ。別にイチャイチャしたわけじゃないからな。アイリさん美人だとはいえイチャイチャしたわけじゃないからな。どうした？調べたいことがあるんだ。手伝って。はいはい。そっち何やったっけ？え、なになに？ダメダメ、撃っちゃダメなの。いきなり物騒なもん出すなって思うやけどな、あんた。もうあ、お前の頭の中は半分はサイコパスでできてるでしょ。何言ってるの？危ないから後ろに下がって。いや、その目やめろ。その目やめろ。ちょっと怖いね、お前。なんかその目。あ、そうか、隠し扉か。壊した。そういう感じで開けるの？そういう開け方するの？物騒だからやめませんか。あの、この都市に殺傷能力のある武器は持ち込めないはずなのに。そうだね。そりゃ死ぬわ。それで撃たれたらそりゃ死ぬわ。ミッキーじゃねえんだよな。ウィンクしても。お前、違うタイミングでウィンクして。可愛いんは認めるけど、違うタイミングでウィンクして欲しかったな、俺。このアイス美味しいみたいな感じでさ、二人でデートしようときにさ、ウィンクして欲しかった。あ、来たよ！もう来ちゃったよ！ここ。喋りたいことってなんだ？でもさ、なんだかおかしいなの。何が？ああ、その話は一回目もあったな。妨害電波か何かでしょ。君たちも探し物があるんでしょ。それぞれ探してみようか。探し物っていうか、まあここに何があるって分かってるんですけどね。衝撃。衝撃的なものが前回ここにあった。もう分かっとるからもう直で行くぞお前。どこで開くんだったっけ。あ、こっちこっちこっち。これだ。これやったっけ。これをね。BGM 変わるからな、ご丁寧にここ。はい、これオープンしました。アイリさん、これ見てどう思う？こんなところにいたんだね。いたんですよ。誰が運び込んだんだろう。これ、運び込んだ怪しい人間、アイリさんかなと思っとったら俺がおるけど、そうじゃないみたい。博士は君に任せるよ。ちゃんとしてあげてね。任されてもどうすればええや、俺。どっかに隠れ込めばええんか。なんか俺が犯人みたいになるやろか、お前。よそから見たら俺が犯人みたいになるわ、お前。リリー、上に行って管理局に連絡を。ダメなの。ハルとあの人を二人っきりにはできないのよ。あ、そういう感じになるんか。そういえば一回目。そうじゃ。一回目歌えた時ってリリーがどっか行った後やったな。いいから、アッシュをここに連れてきてほしいんだ。あ、しかし、アッシュを連れてきてほしいという指示。これが後々なんか、ハルを助けてくれる鍵になりそうな気がする。分かったの。急いで戻ってくるなの。で、言うたら何か起こるよね。で、何か起こるならアイリスさんが銃向けてくるよねっていう展開が見えてくる。そうじゃないことを祈る。
でも頭の中サイコパス女だからな、あいつ。誰かがこのポットに遺体を隠した。アイリって漢字でどう書くんだろう。どうしても愛ってさ、あのラブの方の愛だろうな。愛嬌見せろよ。博士はここで何を研究していたんだ。おい、お母さんがせっかくアイリって名前を作ってくれたんだろう。名前の由来を踏みにじっちゃダメだ。あれ、システリア、この人形の名前か。人形の名前なんの。人形ってどこにおったん。中におるんか人形。え、隣に確かにもう一つなんか大きいやつあったような、なかったような。アイオン粒子で稼働する人形。人形、そうよ。公式サイトでさ、人間ではない的なこと書いとったんはこれか。このポットは博士がこの人形の研究のために用意したものだったのか。ああ、アイオン粒子を何かに役立てようみたいな感じで。あ、でもさ、なんか人間の形をしたロボットっていうのはさ、 SF ものでよくある便利な暮らしをするために補助してくれるロボットみたいな、そういうのを作り出そうとしとったんか。まあやいようことは人類のためにないようかもしれんけど、さあそれがどういう形で悲しまれしてる人が出てくるような感じになったのか、そこやな問題は。博士は地下で特別な人形の研究をしていた。うん。その人形が博士を殺して失踪してる。あ、そういうことになるな。よく考えたら、よくよく考えてればそうやん。その人形が博士のことを殺したよな。なんか自由の身になりたい的な感じやな。デトロイトビカムヒューマンやん。デトロイトビカムヒューマン始まっとるって。何を見つけたんだお前は。これでも持ってきたんか。博士がよくよくたしなむ名前に使ってたエロ本とか言い出したらお前ぶん殴るぞお前。何？ああ、こっちの情報はちょっと隠しておきたいんだ。これに残す癖があるんだよね。なんか重要なことあったん？見せてよ俺にも。待って。困ったな。待って待って、ちょっと待って。この体勢なんか見たことあるって。前回撃たれる前にこの体勢だった気がするんやけど、気のせいですかね。もしかして博士を殺したのは君？あれ、なんかいらぬ誤解が生まれてる気がするな。あれ、なんか嫌な音が。あれ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 、事情があったんだろうね。あれれれれれ、なんかおかしいな。俺の思ってた展開とは違うような気がするな。なんかおかしいね。やめろ。じゃ銃は起動しない。時間を稼がないと。やばい、なんか決定ボタンを押したらやばいもんが始まりそうな気がするんですけど、どうすればいいんだろう。あ、選択肢がある。わ、制限時間もある。襲う理由が気になる。待ってくれ、何かなんだかわからない。なんか博士の残した重要な資料を見て俺を殺さなあかんみたいな感じで考えたんやな。だから1回目、あの前回舞台だ時もさ、悪いけど君のことを殺せなければいけないなんか理由があったんじゃ。その理由はなんだ。理解してもらおうとは思ってない。理解させてくれ。でも理解させてくれ。おい、沈黙はダメだ。沈黙のクォーターはダメだお前。挑発とかダメだろお前。え、理由とか知ってんの。殺害された理由って。博士はどうして殺されたんだ。君がそれを私に聞くの。それで気をそらしてるつもり。あ、待て、そうじゃん。アイリさんは俺が殺したっていうことに思っているからこうなるのか。消えた人形って何の話だ。人形の記録がある。博士は多分姿を消したその人形に殺されているんだ。あ、システレーなことか。さっき出てきたアンドロイドのことか。人形、それってもしかして。もしかしてって何か知ってんの。おっと、銃しまってくれたね。そうや、落ち着いて。なんだ。ああ、連絡してくれた。待って、ね、何でいきなり出すの。アッシュ来たんじゃ。
頼む、アッシュ、アッシュ。どういうつもりだ、なんで君がここにいる。おっしゃ、2対1やぞ。お前、俺のことを撃ったところでお前後ろの男に取り押さえられるからな。お前でもできない、できれば撃たないでください。ほらリリーだってあわあわってやってる。こんな可愛い子があわあわってやってんだぞ。お前、お前自分がやってること分かってる。あーし、おい、いいよいいよ、しまって、いいよ、何も言わずに出ていくな。お前、アッシュ、アッシュ戦。リリー、僕らも追いかけよう。助かったーっていう気分。もう言葉にも出ねえぐらい助かったっていう気分だったが今。危な、よかった、選択肢選び正解だったかな。挑発はあかんだろうって思ったし、沈黙もあかんだろうと思ったけど、まあこれがってどうなってんねやろな。あ、出戦。でも一人にするのは怖い、一人にするのはやめてくれ。行っちゃったよ。でもとりあえず撃たれる展開は阻止できたらしいな。リリー、よかった。もうさ、銃を突きつけられる展開にならんことを祈ります。頼むから、頼むからよ。よかった。でもどうにかして逃げるパートが始まるんかなってちょっと思っとったよ。そういう感じじゃないんじゃ。他の選択肢選んだ問答無用に歌えそうだったし、とりあえずよかった。一番平和的な感じで終わった気がするわ。終わった、生きてるって素晴らしい。どうした？この辺りには見当たらないの？ああ、もうそんなに走っていったんじゃ。足線今回こと捉えてくれよ、お前。手錠かけてええぞ、手錠。どこ行っちゃったなの？できれば尋問とかしてくれてもええよ。もうちょいは吐かせてくれみたいな。そりゃ追いかけてる途中に連絡なんかできるわけないだろ、お前。受けても。でもどこ行ったんだろうな。てかこれから俺どうすればいいんだろう。どうした？地下のスキャンが始まってるなの。明日までかかりそうなの？ああ、地下室はスキャン中です。完了次第管理局に通知します。現場の侵入者は仲間が追跡しています。安心してお休みください。あれ、やることなくなった、もしかしてこれ。分かったなの。2日目って確か局長が帰ってきたけん、その話も聞くような展開があったけど、時系列的にこの後局長に会いに行く感じの時間帯かな。ハル、スキャンは明日までかかるのよ。今日は帰って休むなの。あれ、終わりか、今日終わり。管理局が追跡してるのよ、心配いらないなの。え、局長に会いに行くんとか、ケース遠ざきのところで改めて行くとかではないんじゃ。ええんかな、僕もうお役ごめんで。ええんかな、休んで録画した番組見てもええんかな。何してんのお前。あれ、何これ、何これ、何これ、お前何それ。現在スキャン中です。いやいや、スキャン線でも手に取ってみればええやん。俺が手に取るわ、お前、うん、取らせてくれ。これは、あ、あの人が首に下げていたタグかな。何何、なんか書いとんな。でも裏面がちょっと見にくいが、アイリックローバー、ブラッドタイプが AB、 AB 型なんだ。オイルスラープレフ、わからん。何か量子干渉研究所上級研究員。あ、結構お偉いさんの研究員だったかな。アイリックローバー、アイリー、あの人の名前か。待って、ゲーム内にまだアイリーって名前出てないのに俺アイリーって名前使ったか。でもしょうがないんだもん、公式サイトにバッティこの名前出てきてるんだもん。このゲームでは初出だったっけ。生年月日が刻印されてる。え、待って、そうなの。32年前。え、割と年上、なんなら俺より年上。俺28歳だもん。おかしいな、
あの人は僕と同じくらいの年に見えたけど。あ？いや、わからんよ。知らんよ、そんなこと言われても。ゲームのキャラクターって並べてさ、年比べてもいまいちわからんと思うよけど、年の差とか。あれ、19歳の年なんじゃん、思って言われてもさ。なんともええわ、お前。まだ不審な点がたくさんある。記録を取っておこう。それはどういうことなん？ただ若く見えるだけなのか？それとも。でも謎の人物やな、未だに。未だに謎の人物って感じがするな、あの人。今後ともとももうなんかすごいところで関わってきそうやもん。研究員か。ってことはもうあれか。やはりもう、今日はお休みアムロの状態なんやろうな。今日はお休みアムロなんだろうな。アムロ、アムロ、振り向かないで、な感じなんやろな。多分あれやな。ノエルも帰ってきとることでしょう。こっち。なんか、思ったよりあっさり終わってしまったな、2日目。2日目、かっこ2回目は。この前帰ってよかったんかなっていう思うぐらいのレベルじゃ。なんだ？自分の部屋じゃ。あれ？ノエルは？な、ノエル？帰ってきてんのか、ノエル？あ、寝とんか、先に。そうか。起こすのは悪いな。でも、ほんまに寝てええんかなって感じじゃん。ええか！寝ちゃおう。休もう。そうだ、今日はもう休もう。疲れたわ、お前。銃つけられるだけにさ、ストレスもたまるわ、お前。この動画見てる人の何割が人生で、自分の人生で銃つけられたことありますか？何あれ？なんか出てる？あれ？おはようなの。よく眠れたなの？この無事に朝はお迎えるっていうことのさ、何よりの幸せ感。なんだ？亜種船かな？あ、亜種船だ！なんかそんな気がしとった。おい、お前もう聞いたか？何かな？何かなやけどさ、そこになんかすごい意味深な博士の立ち絵出てますけん、なんか博士絡みって感じはするけど。地下にスキャンが入ってるんだな。どうも人形のデータが消えてるらしい。あー、あの人形のデータね。あー、じゃあ調べられなかったんか結局。誰かが消し、アエリカ消しやがったな。あのドサクサの中で消しやがったか。人形のデータが消えた。もしくはそのシステリア人形自身が自分のデータを消したという可能性もある。なりますね、アーシュセン。事件の匂いですね。まあ、事件のど真ん中に俺はいるんですけど。あのおっさんが拘束されて、午後から審問開始だってさ。あのおっさんってことは、あ、ケース遠ざきか。とにかく、管理局で会おうぜ。審問の日なんじゃ、今日。あ、てことは、とうとう、このゲームの、裁判パート始まるんか。わ、面白くなってきたぞ、お前。噂には聞いとるよ、裁判パート的なもんがあるっていうのはさ。それがとうとう始まるってことか。ケース遠ざきを中心にして。